嘘、太郎。今まで集めていたアイテムがほとんど消えてしまった。おはようございます、ジンムです。今日はあつ森と激似と噂されているホッコライフにて大事件が起きたので動画を回しております。こちらのゲームですね、配信で3回ほどプレイさせていただいているんですけど、いや、めちゃくちゃ面白いんですよ。あつ森と激似と海外ではね、ちょっと燃えちゃったようなんですけど、いや、結構全然違った面白さがここにはあります。例えば、住民さんの会話がかなり個性的だったり、例えば、家の外とかにトイレットペーパーホルダーをこんなに自由に、そして回転もね、自由な角度で配置することができたり、あ、沈んだ。埋もれた。これはバグ。いや、これは見なかったことにしよう。ダメだ。沈んだトイレットペーパーを元に戻す方ができない。何度やっても沈んでしまう。さっきまで浮いてたのに。なんで？いや、バグもユニークでとっても面白いんですけど、なんとなんとね、家具も自由に自分で作れるんですよ。いや、これがジムが作ったピヨコでございます。いや、すごくない？これ丸の組み合わせで自分で作った家具なんですけど、こんな感じで DIY どころが様々なものを連成できてしまうホッコライフ。ちなみにこちらがゾウさんのお家にプレゼントしたゾウ型ベッドでございます。いや、これも元々のベッドの形にジムが目と鼻と耳をつけました。いや、もう本当に自由度が高すぎてめっちゃ面白いんですけど、大事件が起きたんです。結論から言いますと、アイテムほぼロストしました。ホッコライフはこういった家具を作るのとか、住民さんの願いを叶えるためにたくさんのアイテム、例えばこの辺りで捕まえた虫だったり、この辺りで釣れる魚だったり、釣れない。魚釣りは結構やりごたえがあって、めちゃくちゃハマってます。たまに宝が釣れるところがすごいガチャ感があって楽しいです。イエイ。石が入ってます。で、こういった石の素材とか、まあ、つもりみたいに木材とかね、そういった素材をコツ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 と集める。お、トイレットペーパー浮いてるんだけど、さっきめり込んでたトイレットペーパーが浮いた。はい。で、コツ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 集めたアイテムを、こういったチェストの中にしまうわけなんですよね。こんな感じで。で、今これ全部なくなった後に、またコツコツ貯めて、いくつか入ってるんですけど、チェスト1個分、丸々消えてしまうという不具合に見舞われました。この状態になってしまうという不具合が起きてしまいました。ちょっと注意喚起も含めて、どういう手順でこのバグが起きてしまうのかも検証も含めて、もう一度ちょっとね、バグを再現させてみようかなと思います。そもそもこのね、チェストはですね、あつ森とは違って、どちらかといえばマイクラ形式で、この3つチェストのアイテムがあったら、3つそれぞれにインベントリーが用意されていて、まあ、要はチェスト作れば作るだけ収納が無限なんですよね。このあたりはめちゃくちゃいいかなと思います。さらに素晴らしい要素として、このチェストに服とメガネを入れてるんですけれど、こちらを一旦バックパックに入れます。で、持ち物欄にしっかりとチェストが入ってるんですけど、これをまたしまって出すと、出した場所でまた開けると同じアイテムが取れるという仕組みになっています。これね、たくさんの荷物を持ち運びできるということなので、本当に素晴らしい機能なんですけど、落とし穴がありました。いや、ジムはこの機能すごいと思って、すごいテンション上がって持ち運んでいて、そしてチェストをね、色つけたいなと思って、リメイクをしたんですよ。で、そのリメイクをしたら、中身がいっぱい入ってた中身が全部空っぽになるっていう現象が起きたんですよね。いや、これ絶対起こることなのか、ちょっと検証してもいいですか？あまりにも絶望で、もう、声が出ませんでした。すごい配信外でもコツコツ集めたやつも、配信内で集めたやつも全部なくなりました。もう同じような悲しい思いをする人を見たくないということで、ミミズさんに犠牲になってもらいます。ホッコライフでは穴を掘るとミミズが出るので、ちょっとミミズをね、シンプルな収納棚に入れて、そしてバックパックにしまい、これをリメイクするとミミズが消えてしまうのか、検証しましょう。いや、今本当にね、心折れながらプレイしてます。ホッコライフは、住民さんからかけられる言葉も、こういった不具合の内容も、だいぶ心の強さが試されるゲームです。いや、本当に面白いのが前提です。めちゃくちゃ面白いんですけれど、心の強さが試されます。待って、ちょっと待って。ジム、この間は、ここで、シンプルな収納棚をリメイクができまして、で、ここでリメイクしたら中身が空っぽになっちゃったんですけど、リメイクできなくて、
なくなってる。どうして？ここで間違えてリメイクできちゃう条件があるのかな、もしかして。これまでの行動を思い出しながらやっていく。ジム、実は本業はプログラマーをやっておりまして、普段こういったプログラムのデバッグ等もね、仕事としてもやったりもするんですけれど、自分で開発した内容のね、プログラムというものは特定の条件のみでバグることが結構多いです。しかもそのバグは見つけにくく、間違えてリリースされてしまうこともあります。ということで、今回の持ち物が全部なくなるバグも結構狭い条件で起きてしまった不具合なのかもしれない。そう、映像撮っとけばよかったんだけどさ、まさか全部なくなると思わなくてね、証拠映像はないんですけど、確かに持ってたアイテムは全て消えました。棚の中にしまっていたアイテムは全て消えました。とりあえずできる限り思い出すと、確かリメイクをする前にもう一個棚をね、増やしたんですよね。このデザイン機能では、すでにあるデザインから作る、バックタップの中のアイテムを元に作る、設計図から新しく作るの3個の選択肢が今のところジンマはできて、このすでにあるデザインは、要はあつ森でいうレシピですね。レシピから既存の棚を作ることができます。木の板13枚、これで作ってみて、これ作った状態でバックパック内のアイテムを元に作るってすると、今作ったばかりのシンプルな収納棚がリメイクできるようになっております。で、ここでカスタマイズを押すと、なんとこの棚に色をつけたりとか、こう追加でこういったアクセサリーをつけたりすることができるんですよね。なんと大きさとかも自由に拡大縮小もできますし、もちろん回転も自由にできます。でも本当に様々なことができます。染色もできるし、家具につけるパーツは素材が必要になるんですけど、めちゃくちゃ多くのものがあります。これまだレシピ全部開放してない段階でもこんなにたくさんある感じになってます。ちょっとここでちょっとキーぶち込んで、ちょっと一旦キー、検証用なんでキーぶち込んでセーブして、さあ棚は無事かどうか。あ、再現したかもしれない。今2つの棚がある状態で、1つをリメイクしました。で、1つは作ったばっかので空っぽで間違いないんですけど、もう1つはジムがミミズを入れたはずです。さあ果たしてミミズは復活するのでしょうか。これ再現できたらちょっとちゃんとね、バグレポート出したいと思う。とりあえずこれが作りたてほやほやの少しいびつなチェストで空っぽですと。で、問題はこっちですよね。シンプルな収納棚、ミミズを入れたはずです。さあいるのか、ミミズ無事なのか。オープン。消えてるこれです、皆さん、再現できました。不具合を再現できました。もしもしホッコライフをプレイしている方は注意してください。もう一度説明します。収納棚を、持ち物欄に入れてる状態で、別の収納棚をリメイクしてしまうと、もう一個に入れていた収納棚の中身が空っぽになってしまうという、とんでもないバグですね。もう一回だけ試してみて。今度は試しにミミズもう一回入れまして、どんどんミミズが犠牲になっていく。こちらがミミズが入ったチェストで、こちらが先ほど作ったリメイクしたてのチェストで、作らずに空っぽの方をリメイクしたら、それだけでもアイテム全ロスしてしまうのか、アイテムが消えてしまうのかを検証したいと思います。バックパック内のアイテムを元に作るで、ミミズが入った方はリメイクはできないようにはなっているが、こっちはできるようになっていて、カスタマイズをすると。で、じゃあこちらの木の棒を突っ込んだんですけれど、もう一つね、おしゃれな棒をつけまして、これではあまりにもかわいそうなので、ある程度物を作っていこうと思います。じゃん、今度は棚の取っ手を生かして顔を作りましたこれだと棚が開かないっていうのはガン無視で、ちょっと一旦行きたいと思います。あ、かわいいな。よし、で、これでさあ果たしてミミズは生き残っているのか、ちょっと画面もカクカクになりましたが、検証していきたいと思います。こちらが入り口が塞がってるけど顔がかわいいチェスト、開けることができます。そしてミミズは、あ、待って、今回は再現しなかったわ。なるほど、つまり結構細かい条件で、ミミズが入ったチェストを手持ちに入れた状態で新しく棚を作って、その棚をリメイクすると空っぽになるみたいな、そんな感じかな。待って、新しく棚を作った段階で空っぽになってる説もある。ホッコライフだとまとめてクリエイトができる便利さは兼ね備えてるんですけどね。いかんせんバグが多くて、でもそのバグもめちゃくちゃ面白いんだけど、今回の全ロスはなかなかショックを
届けました。で今はリメイクできない。でここで棚を作る。でリメイクをする。あ、この段階ではやっぱりミミズ入ってるやつはリメイクできなくって、シンプルな収納棚をリメイクすると、今度は長い花をつけてあげよう。ちょっと可愛いですね。これでセーブしたら、じゃじゃん。さあ中身は無事なのか。あー、これまずさ、持ち物のさ位置が入れ替わってるもんね。もともとここにミミズが入ってたチェストがさあったのに、花付きチェストと入れ替わっていて、でこっちは空っぽになっていると。うわー、もうこれ 100% 再現できちゃいました。でもね、 100% 再現できるバグということは直せるバグのはずなので、直してほしいんですけど、皆さんは直るまではマジで気をつけてください。本当に絶望します。何時間かかけて集めた素材全部パーになったし、エジムのホッコライフ人生は終わったかと思いましたが、でもいかんせんやっぱりちょっと楽しいのでまだ続けたいとは思っております。いや、何よりこういうの作れるからね。あとさ、ここに足場作ったんだけど、これもさっきのあの組み合わせたパーツで自分なりに作った小道でございます。こんな感じで角度をつけて移動することもできます。あとこれもね、試しに花柄を道につけたら可愛いんじゃないかなと思って伸ばしてみました。いや可愛くない？本当にね、無限の可能性を感じるし、いや可愛いよね、ジェミーさんもね。この間メイから思ったより不機嫌な人じゃないですねと言われたよ。まあ悪くないな。え、それメイちゃん、あの悪口？思ったより不機嫌な人じゃない。それはこのオリアンドさんのことを不機嫌な人だと思ってたってことだけど、大丈夫？しかもオリアンドさんの反応、まあ悪くないだ。ホッコライフ内の人間のね関係が気になります。そしてジムが会話してるのに他の住民と会話しだし、そして匂いを漂わせていくのも通常運転でございます。ということで、ホッコライフデバッグをしつつまだまだ楽しんでいきたいと思うので、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンのポチで押して遊びに来てもらえると嬉しいです。また何か事件あったら動画も撮りたいと思います。ということで、ジムでした。バイバーイ。